プロローグ。1年間シシャモの近くでうろうろしていたら、なぜか楽屋に入れてもらえるようになったカメラマンがいました。まあカメラマンといってもただの器用なおじさんなので、3人のガードは甘く、それが功を奏したのか、デビュー以来10年間表に出ることのなかったライブの舞台裏を撮ることができました。吉川美咲、松岡綾、宮崎麻子、3人はカメラを向けても逃げることなく、質問すれば何でも正直に答えてくれました。よし、有名人になるじゃないですか。そこはジレンマもないですか。まあ、なんか顔一切、顔も名前も一切出さずに音楽やってみたいとか思いますね。思います。バンド名変えたいとか思ってたんですよ。あ、結構バンドの紅白の後とか、うん、結局シシャも明日も応援ソング、もうこれじゃんっていう、でもシシャもに応援ソングなんて本当にそんなないじゃん、自分たちはなんでバンドをやっているのか。有名になりたいとか売れたいとかそういうことじゃなくて、やりたかったわけではない私がこうやって急にポンと入ってやっていくのって結構プレッシャーも大きかったですし、もしかしたらやめ時があるかもしれないし、かっこよくなくなっちゃうんだったら私はやんない方がいいかなって思ったり。暇さえあれば練習して、いつもバンドのことばかり。そんな彼女たちの姿を撮っているうちに、なんだかすごく意味のある映像のような気がしてきたので、みんなにも見てもらいたいと思います。結婚しました。シシャモの裏側。